2023年12月29日、海上自衛隊第4護衛隊軍呉基地及び佐世保基地の公式 XQ ツイッターに、11月に1回目の空母化改修工事を終えたヘリコプター搭載護衛艦加賀 DDH-184 における、甲板散水装置の試験が実施された様子を撮影した画像が公開されたよ。洋上を航行している加賀の飛行甲板上に設置された多数のノズルから、大量の海水が吹き出して甲板を洗い流す様子が映されていて、甲板上には虹がかかっている綺麗な画像が話題を集めているな。うんうん。さて今回はそんな空母加賀での甲板散水装置試験を実施した様子を公開した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。まずはじめに、甲板散水装置とは、放射線生物化学物質などによる攻撃を受けて汚染された艦艇において、それらを除染するために甲板に多数設置されているノズルから海水を大量に吹き出させて汚染物質を洗い流す装置のことであり、海上自衛隊の護衛艦では1950年代に建造された綾波型護衛艦 DDK 以降のすべての護衛艦に搭載されているよ。また、民間の船舶においてもフェリーなどでは車両搭載甲板などに散水装置が設置されているが、これは火災が発生した際の消火用の装置であり、護衛艦における甲板散水装置とはその主たる目的が異なっているぜ。加賀は、23中規模に基づく平成24年度2012年度計画において白根型護衛艦の2番艦クラマの代替艦として計画され、19,500トン型ヘリコプター搭載護衛艦 24DDH 出雲型の2番艦として、ジャパンマリンユナイテッド横浜事業所磯子工場において2013年10月7日に寄港され、2015年8月27日に命名進水式が執り行われ、2016年8月5日に竣工して工事が開始され、2017年3月22日に呉基地を母港とする第4護衛隊軍第4護衛隊に編入されたんだ。空母化改修前の加賀は、前型の日向型と同様の全通飛行甲板を持ち、艦橋が右舷側に寄せられているアイランド方式が採用され、2本ある煙突も上部構造物と一体化されて右舷側に寄せて設置してあるな。この2本の煙突の間には、洋上で他艦に燃料を給油する必要が生じた際に使われる臨時燃料移送装置が備えられていて、艦橋後部には飛行甲板上のヘリコプターの発着艦渡るを管制する航空管制室が備えられており、5機のヘリコプターが同時に発着艦可能で、艦載機としては SH-60JK 哨戒ヘリコプター7機及び、MCH-101 輸送ヘリコプター2機など、最大で14機のヘリコプターが搭載可能だぜ。出雲型護衛艦は現時点での海上自衛隊で最大の護衛艦であり、基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0メートル最大幅 38.0メートル水線幅 29.6メートル深さ 23.5メートル喫水 7.3メートルの艦隊は、太平洋戦争当時の旧日本海軍が運用していた正規空母双流や飛龍を基準排水量や全長で上回っていて、同じく戦争当時のアメリカ海軍主力空母であったヨークタウン旧正規空母とほぼ同じで、現代世界で運用されている軍艦の中ではイタリア海軍の軽空母カブールやスペイン海軍の強襲揚陸艦兼軽空母フアンカルロス1世などが同じ規模となるね。主機関はゼネラルエレクトリック LM2500 ガスタービンエンジンを COGAG 方式として2機ずつ4機を両舷の2軸に配され、最大速力30ノットを発揮するみたい。飛行甲板の下の第2甲板には司令部区画や居住区画に医療区画などが設けられ、その下にある格納庫は日向型と比べて1層多い3層分が使用されており、底面は第5甲板で高さが十分に確保され、格納庫の下の第6甲板は応急甲板とされ、ここから下には火炎居住区食堂機械室発電機室などが設けられているんだって。飛行甲板と格納庫をつなぐエレベーターは日向型と同じ前後2機が配置されているが、日向型では前後どちらも飛行甲板上にあるインボード式であるのに対して、出雲型では後部エレベーターが右舷の艦橋後方にデッキサイド式として設置されているんだ。
これはイタリア海軍の軽空母カブールと同様の装備方式で、全部のインボード方式のエレベーターは長さ20メートル幅13メートル、後部のエレベーターが長さ15メートル幅14メートルで、それぞれ電動油圧制御方式によって作動したい荷重は30トンとされているぜ。デッキサイド式エレベーターは波浪の影響を受けやすいほか、岸壁に横付けする際の障害となる場合があるというデメリットがある一方で、エレベーターからはみ出す大型機でも搬送が可能というメリットもあり、出雲型でこのデッキサイド式のエレベーターが採用されたのには、将来的にヘリコプターより大型となる固定翼機の艦載運用を想定したためと見られているな。武装についてはヒューガ型が単艦でも相当の戦闘能力を保有しているのに比べると低く抑えられていて、多機能レーダーやソナーなども簡略化されており、護艦防御用の近接防空システムシウイスである高性能 20mm 機関砲が2機と、近接防空用艦対空ミサイルコンサムリム116シーラムシステム2機と、最低限の防空火器を搭載しているのみで、これは出雲型護衛艦では航空運用機能が増強されていて、艦隊中核のプラットフォームとして運用されることが想定されているためで、単艦で運用されることはなく、イージス護衛艦の混合型アタゴ型マヤ型や、秋月型など防空能力が高められた護衛艦を伴う艦隊として運用されることが大前提とされているからなんだ。出雲型護衛艦の空護化改修工事は出雲化がそれぞれ5年に一度実施されている定期検査を利用して実施されることになっていて、まず出雲の2020年度令和2年度の定期点検において、搭載される予定の垂直短距離離着陸機 F-35B ライトニング2戦闘機の発着艦を可能にするための甲板の耐熱強化や、電源設備の設置などの改修が行われたけど、F-35B を安全に運用するために必要とされる台形状の監視形状をアメリカ海軍の強襲揚陸艦のような四角形に変更する改修工事や、艦内区画の整備などは次回の定期検査が予定されている2024年度令和6年度末の改修工事で実施される予定になっているね。加賀については当初、2021年度令和3年度末からの定期検査時に一度に大規模な改修を行って、出雲より先に空母化改修を完了する予定となっていたんだが、空母としての艦内区画や搭乗員の待機区画の整備についてさらに検討が必要であることが判明したため、アメリカ軍の協力によって検証実験や試験を実施した上で実運用する際の人や物の動線を細かく検討することとなり、艦内区画の整備については2026年度令和8年度末からの定期検査に合わせて実施することになり、出雲と加賀の両艦が共に空母となるのは2027年以降となるぜ。出雲型護衛艦では、当初噂に上がっていたスキージャンプ台やカタパルトなどの発艦に必要な装置や、アレスティングワイヤーなどの着艦制動装置は搭載されないことから、F-35B は短距離滑走で発艦し、着艦はジェットエンジンノズルを真下に向けて垂直に着艦することになるね。2021年10月3日、先に飛行甲板の耐熱処理や発艦用のライン引きが実施された出雲において、アメリカ海兵隊が運用している F-35B2 機による発着艦試験が実施されたよ。その試験の様子を伝える動画が公開されていて、四国沖の太平洋を航行する出雲にアメリカ海兵隊岩国基地から飛来した2機の F-35B が、耐熱舗装が施されて周囲とは色が異なる飛行甲板上のヘリコプター発着艦用の第4、第5スポットに、垂直着艦を成功させた後、監視方向に移動して短距離発艦にも成功する様子が撮影されており、太平洋戦争後の日本の護衛艦において記念すべく初めての固定翼機の発着艦となったな。空母となった出雲型護衛艦で運用される F-35B は、2020年度令和2年度以降、毎年取得予算が計上されていて、航空自衛隊では最終的に42機を調達して宮崎県の航空自衛隊ニュータバル基地に配備することにしているけど、出雲と加賀の空母化改修と、F-35B のパイロットへの訓練などにまだ時間がかかることから、日本に太平洋戦争以来の空母艦隊が登場するのはまだ当分先のことになると見られているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、
チャンネル登録してね。